1702年12月14日未明、大石蔵之介率いる赤穂義士47人が本所の吉良邸に侵入し、吉良上野介を討ち取りました。世に言う赤穂事件です。本懐を遂げた義士たちは隊列を整え、雪が降りしきる中、早朝止めの町を泉岳寺まで歩き、亡き主君浅野匠守の墓前に吉良上野介の首を備えました。この明治大の錦絵には、大石蔵之介ほかの義士が浅野匠守の墓前に吉良の首を備える場面が描かれています。絵の背景にある巻物には、大石蔵之介の名を筆頭に48名の名が記されています。しかし吉良邸へ討ち入りした義士は47名のはずです。この巻物にはなぜ48名の名が記されているのでしょうか。48人目の義士とは一体誰でしょうか。こんにちは、ナビゲーターのコウです。今回はある理由から47名の義士たちと一緒に討ち入りしたくてもできなかった48人目の義士にまつわるお話です。48人目の義士と呼ばれた男の名は茅野三平重真と言います。茅野三平は1675年に摂州茅野村、現在の大阪府箕面市で旗本大島家の家老であった父茅野四郎左衛門、母小満の三男として生まれました。三平が13歳の時、父の主人大島出羽守の推薦で赤穂藩主浅野匠守の小姓として仕えるようになりました。1701年3月14日、主君浅野匠守が江戸城の松の廊下で吉良上野介を切りつけた時、三平は浅野家の江戸屋敷にいました。そしてこの大事件発生の第一報を赤穂に知らせるため、三平は同僚の速水藤左衛門と共にその日の夕刻に早籠に飛び乗りました。茅野三平こそ最初に事件を赤穂に知らせた人物だったのです。江戸から赤穂までは620キロ、歩いて17日間を要しました。飛脚でも8日かかりました。三平たちが使った早籠とは、次から次へと籠を乗り継ぎながら街道を走る速度重視の籠です。当時早籠の使者は命がけでした。乗り心地の良さなどは皆無で、乗り手は振り落とされないように必死に捕まっていなければなりませんでした。実際三平と速水は途中で数回籠から振り落とされてしまったといいます。それでもこの方はすぐに赤穂に届けなければならず、三平たちは昼夜問わず走り続けました。赤穂へ急ぐ途中、街道沿いの三平の実家の前を通ると葬儀が行われているのが目に入りました。なんとそれは偶然にも三平の母小満の葬儀だったのです。三平はこの時まで母の死を知りませんでした。知らせが江戸に届いたのは三平が出立した後だったからです。死者としての重責を担う中で母の死に出会うとは、三平は断腸の思いでした。見かねた同行の藤左衛門は、母上に一目会っていけと強く勧めました。しかし三平はお家の一大事に私情は許されないと断り、母上どうぞお許しくださいと涙を流しながら母の葬列に合唱し先を急いだのです。そしてわずか4日半後の3月19日の早朝に赤穂城下に着きました。4日間の早籠に揺られ、なんとか赤穂に到着した三平と藤左衛門は息も整わず疲労困憊でしたが、すぐに国家老の大石蔵之介にこの享保を伝えました。その後江戸より浅野匠守の切腹、赤穂浅野家の領地没収と家名断絶の知らせが届きました。赤穂藩内ではある者は籠城を叫び、ある者は切腹を主張しました。即刻吉良を討ち取るべしという過激な者もいました。大石蔵之介は主君に準じて赤穂城の前で皆で切腹しようと呼びかけました。そして
これに応じた藩士100名余りに、実はキラを撃つ計画がある。私に命を預けてほしい。と切り出し、審問を提出させました。審問とは、神に誓って王子と共に行動するという盟約書のことです。審問には、討ち入りの計画を誰にも話さず秘密裏に進めることが書かれていました。茅野三平は迷うことなくこの盟約に加わりました。13歳から匠の神のそば近くに仕えていた三平にとって、8つ年上の匠の神は主君であると同時に兄のような存在でもありました。匠の神はまっすぐな性格で少し頑固なところもありましたが、三平はこの主君がとても好きでした。三平は主君がまるで犯罪者のように処断されたことに強い怒りを感じていました。幕府が匠の神に申し開きの時間も与えず即日切腹させたことや、切腹場所が庭先というのも武家の作法に反していたからです。三平は主君の無念さを思うと涙が止まりませんでした。4月19日、赤穂城は幕府に引き渡されました。三平は茅野村の実家に戻り、討ち入りの時を待ちました。仲間と共に亡き主君の無念を晴らすことが三平の生きがいでした。12月に入り、仲間から三平のもとに、討ち入り準備のために江戸に来るようにとの連絡が入りました。時至れり、三平はすぐに父や家族にいとも交いの挨拶をして出立しようとしました。しかし父四郎左衛門は三平の江戸行きを止め、茅野家が代々仕える旗本大島家に仕官するよう強く勧めたのです。三平はこの時まで自分が討ち入りの盟約に加わっていることを父に打ち明けていませんでした。討ち入りは仲間たちと共に神に誓い、親にも他言できない盟約だったからです。しかし事情を知らない四郎左衛門は大島家に息子の仕官を頼んでいたのです。ありがたいはずの話も今の三平にとっては大問題でした。仕官すれば討ち入りすることはできず、亡き主君や仲間を裏切ることになります。しかし仕官を断れば父親に申し訳が立ちません。三平は主君への忠義と親への孝行の間で板挟みとなり苦しみました。三平は塞ぎ込む日々を送りました。年が明けた1月13日の夜、三平は久しぶりに晴れやかな笑顔で家族と談笑して過ごしました。その後自室に戻った三平は明け方近くに主君の墓所の方角に向かって座り、脇差しを腹に突き立て自害しました。翌朝起きてこない三平を心配して様子を見に行った家族により、三平は変わり果てた姿で発見されました。その日1月14日は亡き主君浅野匠の神の月命日でした。苦しんだ三平が下した決断は自害でした。28歳の若さでした。遺書は父と大石蔵之介宛に2通残されていました。大石宛のものには、父に江戸行きを制止されたこと、審問の手前、たとえ親子でも口外できず忠と孝との間で苦しみ自害した旨が記されていました。三平の遺書を読んだ蔵之介は涙を流したと言われています。三平の死はその後揺れ動く同志たちの心の結束となり、討ち入りの成功へとつながっていきます。討ち入りの際、蔵之介は三平の遺書を懐に忍ばせ、槍の先に三平の名の記した短冊をつけて戦いました。討ち入りが成功した後、蔵之介は預けられた細川家の世話役に、三平が生きていたら討ち入りに加わるべきものであったと言ったことから、1767年、赤穂氏が眠る泉岳寺の墓所に三平の供養碑が建てられました。現在大阪府箕面市の旧茅野邸内にある区碑には彼の治世の句がこう刻まれています。晴れゆくや日頃心の花曇り、匠の神様が切腹なさって以来ずっと私の心は晴れませんでした。しかし今日こうして私も切腹することでようやく晴れやかになることができます。討
中に参加できなくなった三平は、せめて心だけでも仲間たちと共にありたいと願ったのでしょうか。いつの頃からか人々はこの哀れで忠義な武士茅野三平を48人目の義士と呼ぶようになりました。Thank you.